おはようございます。おはようございます。今日はこちらからは発言ありません。お願いします。はい、はい。カメラ代表キセリです。はい。北方領土についてまずお伺いしたいんですけども、北方領土での共同経済活動を首脳間で決めましたけれども、ロシアの副首相が一方的に、協議の成り行きによっては一方的に開発することも辞さないという発言をしているんですけども、これについてどのような受け止めでいらっしゃいますでしょうか。発言は承知しております。昨年12月の首脳会談を受けて、政府としては先日、共同経済活動関連協議会、これを立ち上げて、各省がしっかり協力しながらこの議論を進めていく、こうした体制を、作りました。3月18日に、この、共同経済活動等について、時間級の協議を行う、これも決まっています。我が国としましては、この3月18日のこの議論でしっかり考え方を申し述べたいと考えております。しっかり議論を進めていくつもりでおります。議論を具体的に18日に始める前に、出花をくじかれたような発言なんですけれども、これについてはまさに18日からそうした会議の場が持たれるわけですから、その会議の場でしっかり議論することが大事であると思っています。そして我が国は、共同経済活動関連協議会を作って、この議論をこのしっかり進めていこうという体制も作っています。ぜひ議論をしっかり進めていきたい、このように思っています。あともう一点、話題が変わりまして、はい、キム・ジョンナム氏殺害事件なんですけれども、これも日本政府も大変注目している事件なんですが、はい、今、拘束されている北朝鮮、唯一の北朝鮮国籍の男性が、釈放されるということなんですけれども、これによって事件解明が行き詰まる可能性も出てくるかと思うんですけれども、これに対してはどのようにお考えでしょうか。このご指摘の事件につきましては、まずマレーシア検察が容疑者2人をこの殺人罪で起訴したと承知しておりますし、また併せて今ご指摘がありましたが、北朝鮮人容疑者1名を釈放し国外退去処分にするとのこの報道があること、これも承知をしています。ただ基本的にはこれは他国の司法手続きの話ですので、我が国政府の立場から何かコメントすることは控えます。引き続き関連国とも緊密に連携しながら関心を持って情報収集に努めていきたいと考えます。以上です。白社さん、朝日新聞小林と申します。今国会で論争が続いている森友学園の問題についてなんですが、これについて大臣の、この問題に対する受け止めと、あとその一部その面談の記録が破棄されていたというですね、事実が発覚したと思うんですが、そしたらその政府の文書管理や説明責任の在り方についてどのようにお考えでしょうか。ご指摘の点についてはまだ国会で引き続き議論が続いています。その議論の中でさまざまな説明が行われていくものであると思っています。今の時点ではそこまでです。野党側はその参考人質疑も求めていますが、それについてはいかがでしょうか。今議論が続いています。国会参考人と国会での、議論の在り方、それにはさまざまな取り扱いについては国会のご判断かと思いますが、まだ議論が今続いています。その中で、説明が行われて、いくものであると考えます。はい、よろしいでしょうか。いいですか。ブルームバーグニュースのレイノルズですけれども、今日まで、神戸の方で RCEP の、交渉がありますけれども、どのような成果を期待してますか。RCEP は今回で17回目のこの交渉になりますが、ぜひ引き続き努力をし、包括的でバランスの取れた、そして
レベルの高い、このものになるよう引き続き、努力をしていきたいと考えます。関係国の中でも ASEAN が、今年50周年を迎えて RCEP に対して、期待が高まっている、こういったことも承知をしています。こういった動向も見ながら関係国と引き続き協力をしていきたい、このように考えます。ありがとうございました。